きの皮がパンケーキみたいにならない工夫を前回教えてもらいました。ポイントは焼く前の生地の調整にあったことを教わりましたね。小麦粉の産地の違いもきっとこれでうまく乗り切れます。さあ、これでどら焼きで売り上げを伸ばしていく自信につながりましたね。ところがまた日本の和菓子職人が使っている専用の道具がないと本格的などら焼きができないんじゃないかっていうお悩みが新しく湧いてきました。商売をしていくには専用の道具がある方が効率もいいですし、腕の未熟さもカバーしてくれるって思うのは間違っていません。でも専用の機械を輸入して設置するにはやっぱり100万円単位の投資が必要になってきます。かといって今の手持ちの道具だけで販売個数を伸ばしていくことができるのか。さあ、設備投資、大きな悩みですよね。このお悩みにも解決の方法をお伝えしましょう。2つあります。まず1つ目のアイデア、それは段階を設けていくということです。どら焼きを新商品として販売するまでには商品化の試作、そして仲間内やお得意様向けのお試しの販売期間っていうのがありますよね。試作とお試し販売までの期間は練習の意味合いで、今手持ちの道具で少量ずつ材料調整や作業手順の要領をまずつかむという期間として割り切って進んでいただくことがおすすめです。例えば小豆を炊くとき、あんだきはどんな鍋でも代用が可能です。あなたのキッチンにあるものの中で小豆の容量に合ったものを選ぶだけで OK です。またどら焼きの皮を焼くときはクレープパンで代用が可能です。ホットプレートだとサーモスタットが効いてしまって継続的に一定温度を加熱することができないのであまりおすすめできません。普通のフライパンだとちょっと節が高くてヘラで表面をこう裏面にひっくり返すとき、これがやりにくいので、なので縁の低いクレープパンをおすすめします。2つ目のアイデア、これはどら焼きの皮の大きさを普通のこれぐらいの日本で売ってるようなどら焼きぐらいにせずにマカロンぐらいの小さいサイズにしてしまうっていうアイデアなんです。例えば、30センチのクレープパンを使ったとしてもどら焼きの皮を作って販売するとき、日本で販売しているようなこれぐらいの大きさのどら焼きを作ると1回生地を流したときに2枚ぐらいしかせいぜい焼けません。つまり、どら焼き皮2つでいくので、1回生地を流して2枚しかできないってことは1個しかできないっていうことになっちゃうんです。しかし販売していくには1回生地を流して数を量産する必要があります。そのために同時に複数個のどら焼きができるようにクレープパンに6枚から9枚ぐらいの生地が焼けるよう小さなミニのどら焼きを作る、この大きさを調整するっていうことがおすすめなんです。すると一度に生地を焼くときに複数個のどら焼きができるようになります。この段階を設けるということとどら焼きの皮を小さくするということ、このいずれのアイデアもどら焼きのテイクアウトが軌道に乗ってきたとき、その後で日本から専用の道具を取り寄せるということで本格的な量産体制に入ること、次の段階に移っていくということができます。いかがでしたでしょうか。専用の道具がなくてもクレープパンを使ってミニどら焼きを仕上げることができます。たとえミニでも日本で販売されている価格よりも十分高い価格をつけて販売することができます。評判が上がってよりグレードの高い商品投入を考える、そんな段階になって専用の機械を日本から輸入されること、これをお勧めいたします。さて、いよいよ本格的にどら焼き導入を決めたあなた、本場の味と同じようにするために材料を揃え試作を始めました。何年も修行している日本の和菓子職人が作る味に近づけるために何を基準に練習したらいいのか、何に向かって試作を重ねればいいのか、そして自分の店の味はどうやって決めたらいいのか、またそんな疑問が出てきますね。でも大丈夫、そのあなたの疑問を最終解決する手段があります。それを明日ご紹介します。どら焼きオンラインスクールのご案内を明日いたしますので、どうぞお楽しみに。